ヤッホー、アリサです。はい、今日は今コロナが結構流行っててマスク生活が続いてるじゃないですか。それでマスクをしてるとおしゃれができないなと思ったので、マスクをつけててもおしゃれができる、じゃん、このねマスク刺繍を紹介していきたいと思います。ぜひ簡単にできるのでみんなも参考にしてみてね。それではレッツゴー。それでは早速紹介していきたいと思います。私は右上側に刺繍をつけたいと思います。で、今日使うものはチャコペン、糸、針、マスクです。あと下書きとかもあった方がやりやすいかなと思います。はい、じゃあ早速ですね、チャコペンで下書きをしていきたいと思います。はい、こんな感じでできました。そしたら早速この赤い糸を使って縫っていきたいと思います。はい、ですね、ポイントは間を開けずに縫うことです。これ難しいよね。それではどんどん縫っていきます。はい、こんな感じでまずは桜の丸の部分を2つ作ります。はい、できました。結構最初の割にはうまくできたかなと思います。あと手が汚れててごめんなさい、ペンで汚しちゃいました。次は茎の部分っていうか緑の部分を作っていきます。葉っぱかな。こんな感じで同様に塗っていって、間を埋めながら塗っていきます。はい、ちょっとね、アボカドを作ろうと思ったんだけど、アボカド、色がなかったじゃん。アボカドは作らず、雲とお花を作っていこうと思います。はい、じゃあ、雲を作っていきます。はい、じゃあ早速、下書きをしていきます。アボカドも作りたかったので、今度、いつか作ろうかなと思ってます。はい、こんな感じで雲が描けたので塗っていきます。雲は周りをまず塗って、その後に内側を塗っていきます。見えづらくてごめんなさい。結構何回も縫うので地味な作業なんですけど、できたら本当に可愛いです。はい、こんな感じで縫うことができました。ちょっとくしゃってなっちゃったんですけど完成です。はい、次はですね、お花を作っていきます。紫のお花を作っていきます。で、黄色は中心部分をしていきます。なのでまずは黄色で中心部分を作っていきたいと思います。お腹鳴ってしまった。はい、こんな感じでできました。そしたら次はお花の部分を描いていきます。縫っていきます。やっぱ紫と黄色の相性ってめっちゃ抜群よね。ほんと好き。こんな感じで何回も何回も見ていきます。本当に見えづらくてごめんなさい。今度から気をつけます。はい、お花が完成しました。はい、完成しました。めっちゃ疲れたけど頑張りました。完成したものがこちら、じゃん、こんな感じでできました。初めての割にはうまくできたんじゃないかなと思います。こちらですね、まずさくらんぼ、雲で、これがお花です。じゃ早速つけていきたいと思います。はい、こんな感じで今日はマスクに刺繍をしてみました。それでワンポイントだけポンってするのがめっちゃ可愛いなと思います。ぜひみんなも真似してみてね。せーの、バイバーイ。